あ、もう始まってる？うん、いいよ、ね、適当に。ね、じゃあね、そうだね、今回はね、ラジオで行こうかな。ラジオ、うん、まあ、オードリーを紹介したいんだけど、うんうん、でも今日本も持ってきたんだけどね、うん、その、もともとオードリーがなんで好きになったかというと、M1 の2008年かな、2009年かの M1 で会社で賭けをしてる、誰が優勝するか。で、俺が敗者復活を予想してたね、うん、で、その時にオードリーが上がってきて、これはダメだと思った。その時全然好きじゃなかったから。でも、その決勝で2位になったのね。で、その時のネタがすごく好きで、で、その自分の姉もオードリーが好きで、で、オードリーのグッズとかも集めてるぐらい結構好きだね。こんなグッズはあるんだ、うん、これ本とか雑誌とかも結構、うん、で、そんな中始まったのがオードリーのオールナイトニッポンっていうラジオなんだけど、うん、で、オールナイトニッポンって聞いたことある？うん、ある。まあ、ないないぐらい。ないない、ああ、そうだね、うん、高校時代にナイナイのオールナイト1本聞いてたんだけど、授業中に聞いてたから好きだったんだけどね、その時は。で、それ以来あのオールナイト1本を聞き始めて、でオールナイト1本って結構長続きしない、ね、その1グループが。ナイナイが今一番長くて、何だったかな、十何年かな、やってんだけど、普通はもう面白くなかったら1年とか半年で終わっちゃうんだけど、オードリーはもう5年目かな続いてて、まあそのぐらいこう面白いんだけど、うん、でオードリーの何がいいかっていうと、こうトークがうまい。一見うまそうじゃないじゃん、うん、テレビでも、ね、トークをガンガンするわけでもなく、うん、その何、そういう目立ったことを別にそんなにするわけじゃないのね、前に出て。でもラジオだとこうなかなかいいトークをする。で、うん、若林と春日がいるんだけど、最初は春日が有名だったよね。でも本当は今はもう若林の方がすごいっていうのがバレてるけど、で若林がこうすごいうまくトークする。で、うまく回すんだけど、でも春日も結構喋る、ラジオの中では。だからその2時間の番組でフリートークがもう半分ぐらい、その週にあった出来事を2人がそれぞれ喋るんだけど、もうそれがもう1時間ぐらい毎週ね、うん、毎週話を作ってきてそれを1時間喋るっていうのはなかなか他の番組ではなくて、だからそれぐらい技術があるんだけどね、うん、で、どっちかっていうと若林の方が好きなんだけど、でその中でこういう若林の本が、社会人大学人見知り学部卒業見込みっていう本があるんだけど、でこの中でちょっと好きなところ紹介しようかなと思うんですけど、とね、じゃあね、若林はね、あの昔植え立ての頃に江戸の虎のぬいぐるみをかぶらされそうになったことがあって、雑誌で。で、若林はそういうプライドが高いからかぶらなかったね。でも後々考えると、その雑誌で若林に虎のぬいぐるみをかぶせようとする人も仕事で、若林も仕事で、どっちも仕事でやってるわけだから、そんなプライドは捨てなきゃ本当はいけないっていうふうに後々気づいてね。で、今では僕は被りますって言ってたんだけど、でもそれをその若林が成長したっていうふうに言われたら僕は怒るって言ってたよね。その気持ちもなんとなく分かって、その成長とかじゃなくて社会っていうものを理解してこなせるようになっただけであって、自分自身は変わってないよっていう、そういうプライド的なものをずっと持ってるよっていう
ところがなんか俺に似てるなと思って、うんうん、なんとなくわかるでしょ。なんとなくわかる。さっきのかき割りの話に近い。あの旅行行ってたらかき割りがあるじゃん。かき割りっていうかその顔にを入れるさ、さっきの、うん、観光地でさ、そういうのを顔をさ入れたくなかったけど、あそれはそうかもしれないね、うん、っていうの、うん、入れた方が実は良かったみたいな。それはそうかもしれないね、うん、そういうことだと思うね、うん、そうだね。でもそれを褒められるのは嬉しくない、うんうんうん、なんか変わったなとか言われるっていうのがね、そうじゃ尺だっていうのは分かる気がする。確かになんか適応しただけだよと、うん、そうそうそう、純粋にブレてるわけじゃないぞ、ブレてるわけじゃない。ただそれを気づいただけというかね、そんだけだぞっていうね、変わっちゃないぞっていう、それを褒めるのは嬉しくない。そういう、うん、なんだろうな、こう根が暗いというか、こうこっち寄りの人間だなと思ったね、その時はね、うん、そっからだんだんもっと好きになって、今でも毎週聞いてるんだけどね。若林は面白いね。日曜芸人とかたまに見てた時も若林は面白いなと、うん、みんな見る？オードリー、オードリーって人気だよね。あの消えないじゃん、だって。そうだね、消えないね、うん、まあ、面白いよね、やっぱ若林も春日で、うん、いやらしいとこがないっていうかね、うん、あそうだね、嫌われる要素があんまない、ね、あそうだね、うん、なんかオードリー自体はあれだよね、お年寄りとかにも受けそうなネタじゃない、うん、あのコント自体は、俺コントのイメージの方がかなり多いんだけど、うん、トークとかも見たことないんで、わかりやすいのもあるし、ね、うん、だから西川のりおとかはすげえなんかツボにハマってたような覚えがあるんだけど、その2位になった時って。西川、あ西川のりお、西川のりおじゃなかったっけ。あ、そう、西川審査員として、じゃあ西川清志、ああ清志、西川、その清志師匠がなんかすげえもう絶賛、うん、のだはまりしとった感じで、なんか面白くないって言ってる人はいるけど、そうだね、そういう年配のさ、もう古典的な漫才みたいなのに割と近いようなネタだったような気がするんだけど、うん、なんかうがった見方をするとね、なんかそれは漫才なのかとかさ、うん、そうっていう話になりそうな感じの、新介とかは低かったもんね、うん、そうそう、だからなんか、そう純粋に面白いかどうかだったら面白いっていう話だと思うけど、うんうん、西川きよしが確かその2位になった時になんか今のネタにとってあの、なんだろう、やすし、あ、相方の、そう、相方のやすしを見とるようだったわって言って、春日のことが、うん、っていう風に言われとって、かなりキャラが立ってるネタで、うん、あれもちょっと見るけどね、夜中のこの辺でやってるオードリーさんに会ってほしい人がいますか、やつ、ぜひ見てほしいな、ね、結構面白いよね、中京テレビって面白い、うん、結構面白いのあるよね今さら気づいた、信長とかも俺好きだし、だ、ね、あの夜の、あの時間帯のやつ、うん、ここら辺のね、深夜番組意外と面白いの多いよね。オードリーさんぜひ会ってほしい人がいるんですっていう番組はぜひ見てほしい。あ、そうなんだ。結構愛知県の人がね、うん、みんなゲストで出てきて、一般人の人が、あ、そうなんだ、なんか特技がこういう特技がありますとか、そういうのやって、みんなそれをいじるみたいな、くだらない番組なんだけどオードリーが素でやってるからね、うん、お面白いよね。ね、名古屋ってさ、そういうなんか首都圏とかでさ、有名な芸人とかがさ、サブでなんかちょっと入ったりするじゃん、うん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 、あの辺りって本当に見てると、うんうん、なんか全然なんか違うキャラっていうか、うんうん、だいぶ緩い感じでやってるもんね、かなり気抜いてる、うん、なんかアメトークとかも出てるよね、あの出てるね、若林とか人見知り芸人、人見知り芸人、女の子苦手芸人、 あれひどいよね、女の子苦手芸人、俺あんま見てない、見てない、貸してあげようかあるひどいんでしょ、いや一番ひどいよ多分、あの若林が、あ、そういうこと、うん、バカリズムとか有吉とかいろいろ出てるんだけど、結構みんなひどいんだけど、あ、重症ってこと、そう、なんかちっちゃい台になんか AKB の大島と2人で乗って写真を撮るみたいなのがあるんだけど、息ができなくなっちゃうとか、若林だけもなんかもう本当になんですけど吐きそうな感じになっちゃったんだっけ、そうそうそう、あ、なんか見た見た見た、
その後になんかお医者さんかなんかやったらなんか病名がつきますって言われたとか言って言ってた。そんなに、なんかそんなのが心にあるのとか。そうね。面白いけどね。ラジオね、聞いてましたね。聞いてみたいね。最近聞いてない。土曜1時だから。あ、土曜なんだ。じゃあ聞けるね。土曜深夜1時。あ、まあ、YouTube にね、まあ。土曜深夜1時ってことは、金曜の 夜からと。土曜の夜。あ、土曜の夜ね。うん、若林がラップ聞くって知ってる？え？ああ、知ってる知ってる。キツネビ聞くって知ってる？知ってる知ってる。あ、そうなんだ。27歳のリアル。そうそうそう。なんかそこもまあ通ずるものがあるなっていうところある。そうだね、聞いてる。あ、実は春日が電気グループ好きだったね。ああ。なんかわかる気がする。ピエレザキと相通ずるものがある。そうなんですね。確かに。で、なかなか。そうだね。ラジオね、ちょっとまた広がってね、ラジオ聞いてほしいね。ラジオは面白いよね、なかなか聞く機会ないけど、なかなかないね。ジップとかもさ、聞く？車で聞く？車でたまに聞く。ジップもね、今会社でずっと流れてるから聞いてんだけど、面白くなくなっちゃったね。どうしようもなくなっちゃったね、ジップはね。本当にね、あのラジオショッピングばっかりになっちゃってね。あ、やっぱ厳しいらしいね、今。ね、リスナーが少ないから。そういう広告費で、うん、賄うしかない。やっぱ、洋楽しか流さないっていう、うん、ああいう感じだったけど、もう、もうダメだ。ダメだもんね、それだと。全然やっていけなくなっちゃったから。うん、時代だよね。時代だね。ラジオが廃れているという。そうそう。ラジオ文化だんだん。そうだね。テレビよりでもラジオの方が面白いから。そう、テレビがつまらんもんね、今。うん、まさしく。でもリロは結構テレビ見るんじゃないの？見んね。特に1月から引っ越してからはあんま見なくなっちゃったね。今までは自分の好きなネットークとかを録画してたけど、最近は本当見んね。帰っても見ずにネットやってそのまま寝るとか、そういう感じになっちゃったかな。車で行こうとか見たいんだよね。車で行こうとか車、30分1台の車を特集するっていうね、ちょっと結構コアな番組なんで、うん、好きだね。BS？ ああ、いや、テレ東だと思う。テレ東面白いか。うん、テレ東面白いね。独自の路線だよね、完全に。経済番組路線も。